優勝おめでとうございます。はい、あの水増芸人の石井壮太郎君に代わって私佐藤浩一が優勝したよ。ありがとうございます。こう ネタとかは実際どうやって考えられているか、はい、まあ大体そうですね、空から降ってきます山梨に住んで、はい、もうどれぐらいですか。もうかれこれ10年ぐらいになりますね。じゃあまあ山梨のいいところを改めてちょっと PR してみてください。山梨は最高だ。一言じゃ言えない。ありがとうございます。ありがとうございました。この優勝ということなんですけど、はい、優勝レースを何回か取られたことがありますか。これはね、実はかつて一度だけあって、モノマネグランプリで MVP をいただきました。その番組は終わりました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。大会終えて今の気持ち聞かせてください。まあちょっと惜しくも第2位ということなんですけど、はい、これどうにかあの1万円ぐらいもらえないですかね。ないんです。2位だよだって。いやもうちょっとそのずる賢いところちょっとあんまメッセージダメです。あ、でも0か4万ぐらい、ね。いやそうなんですよ。いやちょっと悔しい。悔しいですけど、まあでも思う存分踊れたんで良かったですね。魅力伝えれたんでとかじゃなくて、はい、思う存分踊れたんで、踊れたんで、ダンサーみたいな感想。そうですね。もう地元の人は多分相当喜んでると思いますので、はい、本当に良かったです。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、冒頭カバーも、はい、ボーもありましたけど、あ、そうですね。そうです。まああれでちょっとぐっと緊張感が高まった感じがありますよね。プレッシャーと言いますか、本当に先にちょいちょいやってもらってね。まあまあそうね、本当に、うん、ありがたいです。そうですね、まあ、くまモンのちょいちょいのおかげで僕のちょいちょいがだいぶ受けました、ね、そうでもなかったんですよ。そうでもなかったですか。そうでもなかったんですよ。ですか、うん、くまモンの時の方が反応はあった。あ、よかったですか。すいませんね、負けないように頑張ります、はい、くまモンに。次回あるのはリベンジという形ですが、そうですね、はい、もう本当次回はもう本当3位を目指して頑張りたいと思います。いや、あげよう。1個あげよう。1個あげた方がいい。1個下げるんじゃない。1個あげよう。じゃあ今度はですね、はい、優勝を目指して頑張りたいと思いますので、ぜひまた呼んでください。よろしくお願いします。お疲れ様でした。お疲れ様でした。大会を終えて今の気持ちを聞かせてください。そうですね、福岡でネタやるの初めてたんですけど、ちょっとお口に合うかどうかなと思ったんですけど、まあとりあえずお口に合っていただいたみたいで、ネタというか振る舞いはできたんじゃないのかなと思ってます。はい。ご自身の中での手応えみたいな。そうそう、手応えは今日はしっかりとりあえずご飯がよそえたっていうのがでかかったですね。あれたまにしっかりと蒸らしてないとご飯よそえない時あるんで、今日はしっかりお茶碗にご飯よそえましたし、ご飯の炊き具合も非常にちょっと良かったんで、いい感じでね、テンション舞い上がって、まあ、やることができたんで良かったですね。まあ今回惜しくも優勝、とはなりませんですけど、はい、まあ、次回、あれこれからしっかりはですね、ちょっと福岡のお米を使って、まあ、福岡でもしやることがあったら福岡の米使って福岡漫談をしようかなと思ってますんで、今日結局 こっちに来るときに福岡のご飯いっぱい行ってきたんですよ。びっくり亭とか平尾さんとか牧野うどんとかめちゃめちゃ召し上がって、ネタ終わった後にもうお腹いっぱいでもうこれ以上喋れんなと思うぐらい福岡の牛食べれたんで、ちょっとまたおかわりする機会がありましたらぜひよろしくお願いします。本当に